広島東洋カープ秋季日南キャンプが11月3日から始まり、監督、選手など40人の参加メンバーが日南でトレーニングに励んでいます。11月5日秋季日南キャンプの激励が天福球場で行われ、日南市や宮崎観光コンベンション協会などが参加し、日南市長が挨拶をしました。日南市一丸となってですね、今後も応援させていただいて、ますますのご活躍をご懸念したいというふうに思っております。そして日南市より宮崎牛15キロ、宮崎県より宮崎地特子30キロなどが球団に贈呈されました。この後、野村監督は、今シーズン A クラス、16年ぶりに A クラスに入ったということで、この秋のキャンプ、さらなる上を目指して、日南からスタートを切らせていただいております。また来年の春も日南からスタートする予定でございます。皆様には大変お世話になりますが、来年からも日南でのキャンプ、協力と応援の方よろしくお願いします。今シーズンの広島カープはセリーグ3位で、選手たちは来シーズンに向けて戦力の底上げをします。広島カープの秋季日南キャンプは日南市の天福球場を中心に11月21日まで行われます。